皆さん、こんばんは。今日は2024年2月27日火曜日です。今日のテーマは中国の山火事ですね。さらに蔓延していて、台湾日ンを焼く山火事。ものすごい規模です。そしてアメリカの上空にはですね、まだ気球が出てきました。 ウクフラがですね、F-16 戦闘機操縦して、戦場で活躍してるでしょうかこれについても話をしたいと思います。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。1、アメリカではまだ気球というものが現れてきました。2月24日、アメリカ国防省は戦闘機を指示して、 ユタ州の上空に飛んでる気球を調べに行ってもらったんです。それから説明されました。調査した結果ですが、高さは1200万200メートル以上ですね。そして樹脂製の気球であって、サイズは2フィートの正方形のものを釣り上げています。それから調査して、国家の安全に影響はありません。ただし、気球は どこからでしょうかまだわかりません。これから追跡していく。アメリカの連邦航空機管理局と連携していて連絡しますので、飛行機の安全を守りますよと。これからその気球ですね、東アフガへ飛んでいくと予測していて、最後は大西洋へ行きます。高度は1万2000メートルから2万メートルの間です。 しかしですが、救急をですね、見つけた前日ですね、アメリカには大規模の通信障害が発生しました。アメリカの通信大手 AT&T ですが、の携帯電話ですね、通信障害があって、一時7万人以上が発信、着信できませんでした。インターネットも使いにくかったりですね、あるいは使えなかったりあるんです。また、緊急電話も 使えなかったんです。22日午前3時半から22日の夕方となってですね、一部の地域通信の回復はできなかったんです。アメリカのメディアとしては気球との関係はあるでしょうかそういうふうに言われていますが、しかしこれについて通信機画会社、あるいはアメリカの政府国防省としては説明していません。 1> 約1年前ですね、2023年2月、中国からスパイ気球があったよねと、アメリカの国防省が発表しました。当時、気球のサイズは、直径27メートル、約30メートルほど長さの大型バスのようなものを釣り上げていたんです。調べると、電子らしいもの、レーダーシステム、太陽光パネル、 プロペラですね。そういうものを搭載していました。その後、米軍はですね、中国のスパイ気球を撃墜しました。当時の情報は、やはりこれは間違いなく中国のものですよと言ったんです。そして中国の海南島からスパイ気球ですね。出したんですよと言いました。また、台湾と日本の情報も収集していたんですと。スパイ気球の事件があって、 ブリン韓国務長官は北京を訪問する計画を中止しました。これで中国とアメリカの外交戦ですね、始まったんですよ。ニューヨークタイムズの情報ですが、2019年、中国の南側にある東海にあるですね、航空機、航空機研究学院の先生が発表しました。論文でしたが、ウ先生ですね、チームを連れて高い でで飛ぶ気球を開発したんです。また数回実験して成功しました。地球を一周したんですよ。アジア、インド洋、アフリカ、大西洋、北アメリカ、大西洋で太平洋ですね。数日間で飛ばして、飛ばした位置まで無事に着陸しました。中国はですね、当時結構頻繁的に気球を飛ばしました。でもですね、世界の各国ですね、 みんな気にしませんでした。今回の救急ですね、中国からでしょうか私はですね、半分以上の可能性はですね、あの、中国からでしょうかと思います。次ですに、2月24日、ウクラナ空港が発表しました。2月23日午後6時、アソフ海の上空に飛んでいたロシアの A5U、早期警戒機を撃墜しました。 この情報発表されて、ウクフラナですね、ヨーロッパ側で話題となっていますが、ウクフラナはですね、まだ戦場では有利となったよね、というふうに思われます。久しぶりに成果ありましたね。原因としては、ロシアの A54 早期警戒期ですが、今回は2期目の撃墜なんです。今年1月15日にも E1 期ですね、撃墜されました。 a 5 0 u ですが、早期警戒機ですね。値段は約5億アメリカドルですが、主に上空から情報収集するんですが、特に防空システムですね、1特定できます。あるいは敵の戦闘機、飛行機の追跡もできますが、まだ空中で指揮することもできますが。そしてイギリスの国防省によりますと、 a 5 0 u この航空機ですが、ロシアは合計6機所有しているのですが、ただし長期間に使用されていて、部品不足の問題もあるし、まあ戦争後ですね、現在は戦っている状態ですから、わずか2機だけなんですよ。もしですね、この情報が真実であれば、ロシアはですね、これから戦場での情報を収集することが難しいとなります。しかし、ウクラナは逆ですね、 なとおかわが協力していますので、情報の収集は強いと思います。まだ、ウクラナの前線よりですね、220キロも離れていてですね、2023年去年でしたが、アメリカはウクラナに供与した砲弾、あるいは戦術砲弾ミサイルの射程ですね、150キロまでだったんですよ。つまり、ウクラナにはですね、これ以上の長距離のものを 打するがないんですこれについてまだ情報あるんですが、2月33日、ウクフラナはですね、ロシアの輸送機、y e r 72というものをですね、まだ撃墜したんですよと発表しました。撃墜した場所は、ウクフラナの前線よりやはり220キロなんですよ。つまり、ウクフラナにはですね、そこまで飛ばせる報道がないはずです。現在の噂ですが、ウクフラナはですね、 F16 戦闘機使っているんです。2月24日、ゼレンスキ大統領は発言しました。ウクウラナ軍はですね、ロシアの A5U 早期警戒機、また SU34 戦闘機、y a 2 2空中揮機ですね、この数時間の間で撃墜したんですよと。これはとても良い情報ですね、という話があったんですよ。そこで記者が聞きました。 我々 F-16 戦闘機、マラでしょうか天才活動してるでしょうかそういう質問があったんです。ザレンスキー大統領は、笑いながらですね、知りませんと答えました。しかし、2月2 3日とはですね、母国防衛者の日なんですよ。ロシアにとっては大事な日ですね。ロシアはですね、この日をもって自分の軍事力を披露することが普通なんですが、 今年もですね、ロシアの全国の各地域にも、こういったイベントがあったんです。しかしですね、多くの軍用機、ウクーラナに撃墜されました。ウクーラナ側ですね、発表した成果について、ロシア側は、現在は静かです。またですね、ゼレンスキーさんは発表しましたが、ウクーラナの犠牲者の数ですね、3万人以上ですね、というふうに発表されました。ただしですね、ロシア側は、これについてですね、一体、 何人ですね、犠牲となったでしょうか未だにそういう商品の数字はわかりません。スでデスさん、バイデンさんですね、早く支援法案を許可するようにやりましょうと呼びかけていますが、国会に向けてですね、やはり歴史に注目されていて、大事な時となっていますので、我々はウクライナのことを支援しなければ歴史に残されますよ。アメリカは自由を 守る国家であって、誰にも負けないと、これはこういう姿勢ですね。見せる時期ですよ、とバイデンさんが言いました。また、公開ですね。上院多数党州のシューマーさん、2月23日、ウクフレのを訪問しました。そこで演説されて、安心してくださいと、アメリカの国会は、きっとですね、新作を取りますよ。また、ロシアに対して、新しい施策も発表しました。50社。 まだ個人ですね、を対象にして制裁しました。今回は初めての規模です。ロシアのオンライン決済システム、またロシアの銀行、投資機構、基金とかですね、国防省と関連ある会社ですね、全部制裁しました。また、ナワ・リヌイさんがですね、亡くなった刑務所の関連の人も制裁しました。そして、ロシアの自動車工場ですね、アルウス、 アウル,ルスですね。アブルスっていう自動車工場を制裁しました。2月21日、プーチンさんはアブルス自動車をキム・ジョンウンさんにプレゼントしたんです。まだ中にですね、8社というのは中国の会社だったんですよ。しかしですね、ロシア進行してアメリカと欧州ですね、制裁の内容を拡大して十数回も更新されました。現実的にはですね、あんまり効果はないんです。 これについてアメリカのシンクタンクが分析しました。アメリカが制裁しても実はあんまり意味はないんです。アメリカに資産を置いている関係者が少ないからです。アメリカ政府としては欧州あるいは同盟国と連携して同じ制裁内容を実行することですね。しなければ意味はありません。特にロシアの石油と天然ガスですよと言ったんです。 次ですよ。中国の海警船、またパトロール船ですね。台湾の金武島の周辺で、ものすごいですね、活動してるんですよ。中国のメディアですが、台湾の観光フェリーに登って調査することは続きますよ。またこれからですね、金武島への調査も考えていますよ、と報道しているのですが、ただしですね、これについて、もしですね、中国の人間が、 金門島まで上陸するとですね、台湾の集権を侵害してしまうんですよ。本来はこういう話ですね。現在台湾の幅はまだ静かですが、つまり中国ですね、ものすごい台湾政府に圧力をかけています。また、馬荘島ですね、にあるですね、南岸島から5海里で中国の船ですね、頻繁的に活動しています。また、 金門島周辺、あるいは馬ー島周辺にある、もっとちょっと小さい島あるんですが、ウシュ宙島ですね。ウシュ宙港とも言いますが、そこでもですね、中国のパトロール船がものすごい活値としているんですが、このウシュ宙港ですね、金門島、金門県からとも言いますが、約20キロ離れていて、台湾の本島から約130キロ離れていてですね、この小さい島ですが、1.2、 平方キロメートルしかありません。住民はですね、約600名ほど住んでいますが、台湾の島の中で最も小さい島となっていますが、またそこには台湾軍は駐在はしています。中国はですね、最近すごい台湾の立島に力を入れているんですよ。アメリカの反応を見ているというふうに思われます。また台湾はですね、島であって、 中国ですね、どんどん攻められてくるとですね、活動できる範囲がどんどん縮小するというふうに思います。次です5、アメリカ側の情報ですが、ベラルーシの勝者はですね、中国の深圳に支店ですね、あるんですよ。深圳で電子部品、また日本製のセンサーとかですね、調達して、ベラルーシに送ってから、それからロシアに提供しています。 ロシア軍のの企業は部品を受け取っって、て戦車の製造に使っているんですよ。これについて、ベラルーシの元シンクタンクの各社さんがアメリカへ亡命して情報を提供しました。また証拠として、中国企業とのやり取りですね、支払いの記録とか契約書とか発送の処理ですね、やはり提供しました。ベラルーシの会社はですね、5G の IT 企業として新鮮で 活動していますロシアの戦車 T72T92 そういう部品ですね使用されています。これで分かるのですね、中国は色んな形でロシアを支持しています。次です、6、中国の山の火事ですが、やはり続いています。奇襲者の山の火事ですが、面積はほぼ2つの台湾なんですよ。また、オ南省厚生省 四川省へどんどん蔓延している状態ですが、火事はですね、実は時的に消えたんですよ。これは時まあ一部の地域ですが、でもですね、消えたんですが、また燃えたんですよね。ずっとこの繰り返しなんですよ。奇襲省、欧南省、厚生省、四川省ですね、山の省なので、山火事が蔓延する原因ですについて、中央テレビは、えー、乾燥してるからですよと、簡単に触れました。 でも、あくまでもう大丈夫ですよと宣伝しています。そして、中国のですね、消防隊もそうですし、軍隊も活動して、消火活動してはいるんですが、あんまり難しいんです。また、一部の地域のテレビですね、報道しましたが、現地の農民ですね、収火したいらない藁ですね、燃やしたからです。これで火事となってしまったよね、という報道もあるし、一部のメディアですね、 お墓参りした人間がいてですね、線香とか、あるいは仮のお金ですね、燃やしてますので、火事となってしまったよねっていう話もあるし、一部のメディアですね、野外で BBQ する人間、家庭はいるし、あるいは山の奥にいて爆竹とかですね、する人もいるし、そういうふうに報道されていますが、ただしですね、中央テレビとしては、やはり山は、 火事ですね、ある程度はもう落ち着いたんですよと宣伝しています。でも、地方ではですね、そういう予測はたくさんあるんですよ。実はですね、噂では放火なんですね。次です。7。中国の国家観光局ですね。観光局という部署ですね、発表しました。香港への観光を促進するために、西安市、東沈淘市の市民を対象にするんですと。香港への投稿は、 自由にします。つまり個人で観光を可能にしました。香港もですね、返還されて、大陸人は香港への渡航はまだ自由ではありません。渡航するには申請しなければいけません。またですね、内陸の95個の都市だけ限定して、個人の観光は自由です。香港に行ってツアーですね、参加しなくていいんですよ。 ただしですね、他の都市の市民であったり、戸籍ですね、の人間であったり、個人の観光はできなくて、基本はツアーの参加が必須です。現在ですね、525の都市となっていました。コロナ後ですね、香港の観光業は全然回復していませんので、香港の政府はものすごい困っています。香港の小売業であったり、観光業に勤める方はですね、大変です。 中国の南カマの観光客ですね、自由に香港への渡航は可能です。でも、一応ですね、申請しなければいけませんが、ただしですね、渡航するルートは便利です。バスもあるし、鉄道もありますので、とても便利ですね。ただしですね、多くの方は、多くの方とはですね、やはり若い子が多いんですが、香港で観光します。でも、日帰りなんですよ。やはり、香港で泊まるほどの価値はないと。 いうふうに思われます。あるいはですね、そこまでお金はないんですね。ナリークープの都市ですが、日帰りはできなくてですね、香港のホテルを利用すると思われます。これで今回はそういった施策を出しました。しかしですね、今回はあくまで西安と沈騰だけですね。これで見るのはですね、中国政府はやはり平等っていう考えは持っていません。政府として、まあ、中央政府ですから、 都市と都市のことですね、差別にするんですよ。観光客を利用して、香港政府へのプレゼントだと言えますので、やはり平等公平な国ではないんです。地域によってですね、政策は全然違います。次です。8。次はですね、台湾からの情報ですが、アメリカから正式に通知がありました。 アメリカ政府ですね、米軍戦術システムプロジェクトクですね、台湾への輸出を許可してくれました。7500万アメリカドルの金額ですが、世界の衛星システムの情報を受け取るシステム、また米軍の技術、広報支援サービスとかですね、そういった契約の内容ですが、アメリカは政府の責任者200名ほど派遣します。技術者、 また国防省の下請けの会社ですね、合計200名ほどですが、台湾へ派遣しますと、台湾について機械設備設置してシステムの調整更新します。台湾軍の軍事力を上げてもらうために、情報の収集力、また画スの分析のレベルを上げてもらうんです。米軍と直接通信できるシステムを設置します。つまり、共同作戦できるようにするんです。 2021年ですね、バイデンさんは大統領となってですね、13回目の台湾向けの軍事輸出となりますが、イメージですが、台湾軍と米軍ですね、情報の共有をします。戦場にいる兵士はですね、敵を発見しました。自分から攻撃する、あるいは戦いはしません。候補に支援を求めるんですよ。候補の部隊が動きますので、逮捕とか、 ミサルですね。あるいは戦闘機を出して、打撃するんですよ。そのためにですね、強力な情報収集力が大事ですね。まだ各部署の協力も大事ですが、このシステムですね、米軍はすごい強いんです。次です。9。中国の国家安全局ですね、発表しました。韓国と北朝鮮の38戦について、ある戦いについて表現しました。1950年の6月でしたが、 南北戦争が起きました。9月中国軍は事前に米軍の助力のことをうまいことを予測できて北朝鮮に通知しました。我々の、まあ、中国のですね、丹東市にあるですね、阿緑港ですね、そこまで出てきたんですよ。我々は反撃して士官軍は処理したんですよ、ということですね、表現しました。これについて韓国側はものすごい反発しました。 北朝鮮ですね、韓国のことを侵攻しました。これが歴史であって、国際社会はみんなしていますよ。これは内戦ではありません。そういうふうに主張されました。つまりですね、今回は中国政府のあくまで国民に向けた洗脳なんですよ。でも韓国はですね、やはり納得しません。反発するんですよ。つまりですね、韓国政府と中国政府ですね、仲が悪くなってきました。次です。 中国のですね、中央社会工作部という部署がですね、まだ登場しました。2 0 2 3年7月でしたが、習近平は作りましょうと指導しました。この間2月23日、中央政府は発表したんですが、中央社会工作部、設立完了です。これから活動しますよと。そして簡単に言えばですね、中央政府は社会のことですね、厳しく管理するんですよ。 1938年8月でしたが、中央社会工作部という部署があったんですよ。この部署ですね、実は元中央特別工作部署がやっていたんです。実はこの部署ですね、スパイという機構でしたね。暗殺とか社会からあらゆる情報を収集します。中央政府のことを守ろうとする部署ですね。それから、 1949年8月でしたが、この部署は亡くなったんですが、しかし現在はまだ登場してきました。つまりですね、習近平は社会のことですね、やはり厳しく管理しようとします。またですね、この部署が出てきたからですね、お互いですね、敵です。あの、告発ですね、ものすごいするんですよ。近所がこの間、こういうふうに言いました。私はですね、夜聞こえたんですよ。近所ですね、夜夢を見たんですよ。 あの、モタクトを倒せとか言ったんですよ。この話ですね、あるだけで近所ですね、やられるんですよ。当時ですね、ものすごい告発、告発ですね、する雰囲気、大国でしたね。みんなですね、不安でした。みんな敵同士でした。当時ですね、そういうのが雰囲気でしたが、でもですね、習近平はまだですね、こういう武士を復活させました。あの、想像来ると思いますが、本当に怖いというふうに思います。 またですね、中国の社会について、またですね、経済についても話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。